スーパーファイトです。両選手がすでにリング上です。青コーナー193センチ、 110.5キログラム、マイク・ベルナルド。5番マイク・ベルナルド。赤コーナー190センチ、 104.5キログラム、シリル・アビディ。マルセルの悪道がリングをかき回すか。シリル・アビディです。レフリー角田信明、ジャッジ水岡正人、中川圭介、大成敦史。ノーエルボー、ノーヒットバット、ノーアタックグローイン。OK? シッハン。OK ファイル、ステイインコーナー。ランワン、はい、さあ今、ゴングが鳴り渡りました。これは面白い試合ですよね。果たしてどんな展開になっていくのか。さあ最後にリングに立っているのは誰か。マイク・ベルナルドか、それともシリル・アビディか。ねじ込んでいった、ショートレンジに入る、またミドル。さあロー、左のミドル、アビディも返す、かろうじて返す。さあそして右のハイキック、よく見た、ミドル、アビディも返す、右のフック、また打ち下ろしていく、右ストレート、入りましたよ、はい、右のハイダー、フロントキック、怒涛のラッシュですね。さあ倒しに来た、パンチのラッシュ、これで終わりか。右ストレート、ここはかろうじて返す、ミドル、かかと落とし、フック、ああかわした、左フック、右フック、ミドル。ここも両者手数が非常に多くなってきた。さあもうラウンド終了のゴングはありえません。左、左のフック、アッパー、今度は右、左膝、今度はストレート、場内がざわめく中、第1ラウンド終了のゴングです。谷川さん、ここまでのベルナルドどうですか。若いやつには負けないぞみたいな戦いですね。新世代の力が押し寄せようと、それを完全に押し返しています。さあこのラウンドちょっと危ないシーンがありましたが、右のフックですね。ここはチャンスと見ましたよね。そしてこれもフック、切れませんでしたね。一瞬グラッとしました。感じますかね。そうですか、はいはい。これから迎える第2ラウンド、さあどうなるのか。セコンアウト、ラウンド2、はい、さあ第2ラウンド開始のゴング、いきなりのハイキック、あっという間に鋭いコンビネーションが見られました。ジャブ、今度もカバー、さあ強烈なフック、アビディのローキック、ベルナルドの左フック、フック、ジャブで牽制、右のハイキック、右のミドル、あっと右ストレート、右のフック、マイク・ベルナルド、そしてジャブ、あっとこれはハイキックだ、膝、あっと右のストレート、右ストレート、ぐらりときた、ぐらりときた、あっとフック、さあ左首相撲に持ってきた、ダウンダウンダウン、ベルナルドダウン、最初のダウンを奪いました。ダウンを奪っています。第2ラウンドです。ラスベガスは大歓声、届いているでしょうか。
チェアになります。ダメージは大丈夫か。まだダメージありますね。約束は果たしていない。さあフロントキック、グラッとした、グラッとした左のフック。残り1分、これも入った。ハイキックをお見舞いする。これもブロック、そしてフック、アッパー、カウンターをかぶせていく。ちょっとボディが効きましたよね。このボディは苦しいか。さあそして右のハイキック。さあ残り30を切った。さあジャブ、フック、そしてジャブ、また合わせた。ああ、効いた、効いた、ああ効いた、効いた。ああ、危ないな。今のはかなり効きましたよ。効いているのか。右のフック。さあここで第2ラウンド終了のゴング。谷川さん、ここまでベルナルドどうですか。ダウンはありますけど、お互いダメージありますからね。ダウンを奪った方にも奪われた方にもダメージがあります。さあ今のラウンドのダウンシーンです。やってましたね。ああ、これですね。さあ今のダウンシーンをご覧いただきましょう。見事に決まりましたね。一瞬グラッとしました。そしてこのボディ、ちょっとガード甘かったですからね。強烈なボディへの攻撃でした。この右ですね。そうなんですよね。あと一発がね。いやー、ボディかなり効いてますね。あー、効いてますか。これから第3ラウンド、スリーポイント、第3ラウンド開始のゴングです。まずはジャブで牽制する。左フック、ジャブ、左コンビネーションを打っていった。左のミドル、そしてフロントキック、ワンツー、ねじ込んでいった。そしてジャブ、これもしっかりブロック。右、今度もカバー、フックいいの入りましたね。これは空を切った。下からのフック、さあ至近距離に詰めた。入ってますね。ミドルキックはちょっと効いたかな。一発入ったか。ハイキック、あー効いた。いやー、びっくりしたな。あー効いた。グラッときた、グラッときた。脳が揺れてますよね。これはフロントキック、ダウンだ、ダウンだ、ベルナルドダウン、ベルナルドダウン。右のフック、右、右のフック、夢をつなげるか。さあ立ち上がれ、この大歓声、ラスベガスにも K-1 が確実に根付いています。この第3ラウンド、ダウンを奪っています。脳天を捉えた、ノックアウト。右のフック、起き上がれません。フランスの喧嘩野郎シリル・アビディ、ノックアウトで勝利を収めました。さあ谷川さん、自分のスタイルで戦えましたね。自分のリズムで試合しましたね。自分の K-1 のスタイルを最後まで貫きました。ちょっとマイクどうしちゃったんですかね。完全な状態ではなかったのかもしれません。バル戦友の躍動、シリル・アビディ KO で勝利を収めています。